政治を進める。国民の皆さんの声を聞かない、住民の皆さんの声を聞かない、交流政治をご一緒に変えていこうではありませんか。今日本の国は再び戦争する国に進んでいくのか、それとも国民の命と暮らしを守るこういう当たり前の政治に進んでいくのか、希望ある道に進んでいくのか、大きく問われる分岐点、分かれ道に立っています。野党と市民と共同を大きく発展をさせ、同時に皆さんの力で日本共産党大きく前進を発する、この2つの仕事をやり抜けて安倍政権に代わる野党連合政権を実現し、希望ある政治を作るためにご一緒に力を合わせていきたい。